こんばんは、ぼうです。文具と生活第46夜です。今回は文具の博覧会に行ってきましたというお話です。9月7日水曜日から13日火曜日まで東京駅の大丸で開催されています東京文具の博覧会ハッピーペーパーマーケット2 来ましたこちらなんですけどもあまりね情報がなくてというのはこの裏側に参加されてるメーカーさんだったりね個人作家さんだったりがリストはあるんですけど実際公式サイトから各メーカーさんにリンクがあるわけでもなくなかなかね すべてを把握するのが難しい <laughs> イベントだったんですけどもハッピーペーパーマーケットってあるように紙物メインのイベントであまりね広い会場ではなかったんですよなのでイメージとしては少し前にやってました紙箔の祭事場版 <laughs> デパートの祭事場版という感じでしょうかね 私が行ったのは金曜日の午前中で人は少なかった時間だと思います結構ゆっくり見られましたかね上白の時に人が多くて見られなかったメーカーさんなんかもゆっくり見られた感じでした私が見たかったのはサブロさん特にサブロさんなんですけどサブロ サブロさんサブロさん <laughs> なんですけど、えっ、ー、と、ノートがね、一冊あったんですけど、私が行った時はサンプルしか置いてなくて、そこで多分お店の人もたまたまなんだと思うんですけど、いなくて、ちょっとどうにもならなかったので、諦めたっていうのがあったりとか、 あとは、プンプク堂さん、ね、毎回イベントでじっくりブース見てるんですけど、もう欲しいものは購入済みだったりとかしてですね、まあなかなかこれだというものが少なかったんですけども、2つほど購入してきましたので、そのご紹介をしたいと思います。 一つ目は、こちら。かよクラフトさんのセルフカットシールですね。これね、もう自分にがっかりなんですけど、バッグの中に入れてたらですね、ちょっとよれてしまいましてね、ほんとね、残念、残念な私ですよ。この、かよクラフトさんにも申し訳ない。で 中あのまあご存知の通り私も海洋生物が好きだったりとかしましてメンダコとねニシキアナゴとアメフラシとリュウグウのツカイとリュウグウのツカイとウツボにサンショウボおおサンショウボなのかな私が普段描いているような生き物を描いている人が他にもいて嬉しいなと思ってしかもね 使いますから絶対これセルフカットシールっていうのもありなんだなってこうちょっと自分が作るものの参考にもなったりとかしてこのね参照はかわいいですよねそのうち書いてしまうのかなって思ってますけどもはいこの大きさのねシール英語サイズだと思いますけども、まあ、こういったシールがですねあって 使い、た体があるこのシールの量ですよね。これはね、素敵。ということで購入してきまして、これね、それぞれのキャラクターで、また別の商品、単体であったりとかして、なんかこう、ひとまずこの、全部入りっぽいものを買ってきましたけども、それぞれ魅力的な商品が並んでました。 というのが1点目。2つ目はこちらまだパッケージから出してませんけれどもエコバッグ小筆持ちうさぎンなんだと思うんですけどもスーザンド橋本さんのエコバッグですこう見るとうさぎが筆を持っているのがわかると思いますけどもちょっと開けてみましょう こんな可愛いうさぎの絵が描いてあるエコバッグでこれねポリエステルらしいんですけどあの結構柔らかい感じの風合いで形,形をねここに全部写すのが難しいんですけどちょっと一部ずつだけでもこう見お見せできたら。 いいかなと思ってるんですけど、こんな形ですね。横に広い感じ <laughs> って言ってもわかんないですよね。のバッグで。なんかね？その。ツヤツヤしてない生地なのでとってもこう落ち着いた。風呂敷にちいや素材的には風呂敷じゃないんですけど、そのイメージが。風呂敷っぽい感じ。な のかな <laughs>。適当なこと言ってますけどね。はい。柔らかい感じのエコバッグです。ちょっと最近まで使ってたやつに穴が開いちゃいまして、新しいものが欲しいなと思っていたところで、こちらの商品を見つけまして、購入しました。もうね、早速、使っていきたいと思うんですけども。これ。 むのを <laughs> どううししたらいいんでしょう <laughs> 広げて畳み方がわからないという <laughs> エコバッグでした <laughs> そういった感じで今回は2点だけちょっと自分でも残念でしたもうちょっと変えたらよかったのになぁと思ってますけどねここのところイベント続きでちょっと多く 物を見すぎちゃったかなって気がしなくもないですねイベントに行きすぎも問題かななんて思っている今日この頃ですまたねこれから10月11月とイベントが手点があって文具女子博があってということで続いていきますから 一旦こう気持ちをリセットして、またね、新鮮な気持ちで参加、参加はするんです。なんだかんだ言ってね、行くんだとは思うんですけど、はい。あんまりね、あーってな、なんていうんですか。見た気にならないようにしたいと思います。ちゃんと一つずつのイベント、丁寧に見て、いいものを探していきたいと思っております。 といったところで今回は終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上、処房でした。